の事前修行の執行長リュウさんの話について感想を寄せていただいております。ありがとうございます。次お願いします。敬愛なる小児小者の師父たち、他科オンライン勉強会の皆さん、こんにちは。林明麗と申します。今日お話ししたいのは、2023年奈利即席春の巻、2月5日から2月11日までの内容です。そしてテーマは希望の種という内容です。今日は辻の青年についてお話ししたいと思います。今回の勉強会の内容は、私が1997年に初めて辻青年を見た時のことを思い出させます。当時、少女の観音殿で青い服と白いズボンを着た若者たちが、商人と病院でのボランティア経験について話し合うのを見ました。彼らは清潔で明るく適切な話し方や振る舞いをしていました。彼らの振る舞いは、当時子供をカナダから台湾に連れて帰って教育を受けさせようとした私の不安な心を落ち着かせました。青少年は社会の希望、家庭の希望、そして人生の希望です。将来の社会が良いものか悪いものか、社会のルールを守り、安定した社会の力となるかどうかは、現在の若者次第です。しかし、今の社会では若者たちが、私が好きなら何が悪いと口にすることがよくあります。時代が異なれば考え方も異なります。若者とのどのようにコミュニケーションを取り、彼らに正しい考えを導くのか、証言方針の知恵の言葉が私たちに教えてくださいました。どうぞ映像をご覧ください。現在の社会は若者の時代です。若者たちが欲しいものは、私が喜べば何でもいい。という考えが、まるで天下無敵のように理屈を超え、人倫を無視しています。将来あなた方も中年になり、年寄りになります。その時になれば、次世代があなたたちの世代よりもさらに手こわくなることでしょう。あなた方も将来老いるので、今のあなた方の世界、あなた方の社会をどのように青少年の模範として気づくかが問われます。商人の教えに感謝しております。長い理論を語ることはなく、因果関係を直接的に明確に示し、若者たちが自分の行動に責任を持つことの大切さを示してくださいました。また、商人は、子どもたちの幸せを作るために寄付をする親に対して、子孫に寄付をするよりも、彼らを辻に連れてきて、家族全員で事業に取り組むことを勧めました。次は、この映像をご覧ください。世界を変えることは、遠く手の届かない夢のように思えるかもしれません。未熟で小さな私たちに社会のために何かできるのでしょうか。答えはできる。辻青年部に加わり、自分の価値を探し求める旅を始めましょう。貧しい子どもたちと知識を分かち合い、私は次の世代の希望を見ました。環境保護に取り組み、プラスチック削減に貢献することで、この土地の持続可能な果てに尽力しました。国際ボランティアとして海を越え、世界中で温かい気持ちを開花させます。医療ボランティアとともに行動し、支援が必要な人々に温かさを届け、頼りにされる存在となりました。毎回のサービスで、より多くの命の可能性を見てきました。この広告を見て、世界が光と希望に満ちていってると感じませんか？辻の大学生青年交流会は、
1992年に設立されました。それは学校のクラブ活動をベースとして、コミュニティサービス活動の企画を通じて、学生たちに人生を探し求めさせ、人生の方向性を確立させることを目的としています。設立大会で、商人は、若者たちに2つの言葉を送りました。それは、辻青年が慈悲と知恵を合わせ持ち、交流活動を通じて知恵を増やし、若者の命の価値を発揮することを、望むと意味しています。ロゴのデザインを見てください。中央には、心の明かりを抱える手があります。これは青年部の学生たちが自分の心の明かりを灯し、その明かりでさらに多くの人々を灯し、明かりから明かりへ、心から心へと伝え、絶えることのない明かりをつなげることを願ってます。商人と、辻青年の間に暗号があることをご存知でしょうか？それでは映像をご覧ください。商人がこのようにおっしゃいました。以前、学生たちが卒業する前に、私はいつも一言を言います。それが彼らとの暗号です。暗号とは、私が彼らに向かって、子供の心は移り変わるものだということです。彼らは私に誓いを立てますが、誓いは誓いとして聞きますが、彼らに子供の心は移り変わるものだと言います。彼らの多くは再び戻ってきて研修を受けます。そして社会に出て就職や事業が安定した後も再び研修を受けに来ます。また、委員の受賞式の時に彼らは私の前に来て、商人、あなたの子供が帰ってきましたという者もいれば、商人、子供の心は変わりませんよという者もいます。それで私は彼らが辻青年であることが分かりました。これはいかにも温かい師弟間の愛情ですね。辻青年部が設立されてから今まで30年が経ち、多くのベテランの辻青年は菩薩道を精進し続けています。学校を離れて職業に入っても、職業と志を一つさせることに努めており、彼らの姿は国内だけでなく世界中に広がっています。そして辻青年の国際化に伴い、彼らが担うべき責任もより多くなっています。辻青年部の先輩たちは後輩たちを導き、心のふるさとに帰り、共に学び成長して、さらに多くの人々を引き寄せています。光から光へ、心から心へ、絶えることのない光を伝えていきます。それでは、商人が若者への期待の映像をご覧ください。皆さん、若き菩薩たち、その心を欲してください。欲心して、願を立てて、日々菩薩道を歩んでください。皆さんにはできますか？あなたたちのこの誠意を忘れないでください。ローさんはこのように言いました。私たちは辻の宝脈をつくものです。しっかり商人を守り、辻を守り、この宝脈を引き継いできますので、商人は、ご心配なさらないでください。力は希望から来ます。辻青年が伝承できるからこそ、辻の稚魚が絶えず生き続ける重要な力になります。大会は小さな水滴から生まれ、生成とした危機は青い苗から育ちます。一人一人が正しいことを行えば、たとえそれが小さな遺跡であっても、積み重なれば大きな力となります。奉仕して大いなる願いを立て、神殿に植えられた種が豊かな木となり、100年、1000年の大木と成長して、絶えずに花を咲かせ、実を結び、
年ごとに良い種を結び、菩提の林を育てますように。本日はご清聴どうもありがとうございました。よろしくお願いします。结果没有人的时候，他准备得非常的好，可是可能是没有观众。你们刚才眼睛有回馈，待会我们的检院长会来听听，你的眼睛要让他对着哈，而且大爱台要拍拍他的新闻，我们要用热情让人家是有感受的。结果呢，他竟然哈从头到尾的眼睛哦，你看。你坐，我们两个一起坐，就是眼睛这样，我就一直眨，出来的时候，他眼睛一直眨，也不晓得下面就没人，不晓得他在眨什么，就是，然后他就觉得。分かち合いをありがとうございました。很多时间简报什么都准备好了，不晓得为什么站上台上很气馁，那他一度想。毎回。ここに立って発表してもらうときには、たくさんの資料を準備していただいています。ですが、このように今日のあなたのようにこうやって発表の間いつも笑顔をたたえていらっしゃった方は、多くはいらっしゃらないと思います。本当にそれが聞く人の印象を高めて皆さんを幸せにしていると思います。どうぞ皆さん前に集まってください。張さんと、張さん先ほど最初に発表していただきました。たくさんの、回を重ねるごとにたくさんのコメントを寄せていただいています。この方は、どこのボランティアでいらっしゃいますか？いろんな問い合わせがここに入ってきます。YouTube でこの配信を行っているわけですが、私もこれを見て輪読、自分の所属している地区の輪読チームに入りました。いつも主イエス知恵のこの話を聞きながら、自分の理解が深まっていくのを感じます。イランのボランティアからもコメントが寄せられています。本当にいつも分かりやすいお話をいただいて、と聞くのが楽しみです。カナダからも届いてますよ。本当に私たち輪読チームのアイドルでいらっしゃいます。一番左側に今いらっしゃる主イエス知恵に対してですね、内容がとても豊富で、今日は本当に勉強になりました。ある意味でこの高尾オンライン勉強会は大学の授業のように思います。たくさんの科目のような科目にも思えるお話が毎回聞くことができます。私たち3月13日は高尾オンライン勉強会の記念日です。いろいろなお話がありますので、どうぞ楽しみにしてください。
就是吴宏斌念着他自己的，然后管心凌在那边就说：“哇，真的好感动哦，团队怎么动作那么快？”我说：“你按人来就好了，简报做好了。”いろんな意見やあるいはあここを消してほしい、あるいは、まあ、こういうものを、取り替えてほしい、まあ、いろんな発表者からの願いに私たちの編集チームも応えています。どうもありがとうございました。でははい、今日のメインゲストでいらっしゃいます台中病院の菅院長も到着したそうです。後ではお楽しみにお待ちください。